こんばんは、アドベンチャー沖縄です。本日は、2021年の1月23日です。僕はですね、緊急事態宣言が出されて最初の土曜日の夜にですね、北谷町の美浜アメリカンビレッジとデポアイランドの様子をお伝えしたいと思います。編集は軽めにしますので、まあ、その辺はあらかじめご了承ください。交通量はこんな感じで、タクシーはいつもより少ないぐらいですが止まってはいます。で、イルミネーションもやってるんですけど、歩いてる人はまばらでゴーストタウン化してます。で、夜8時以降飲食店は、まあ、時短営業要請で閉まってるので、ご覧の感じになってます。駐車場もこんな感じで、まあ、車は一応あるんですけど2割ぐらいしか埋まってないですね。歩いてる人もまばらです。飲食店潰れる宣言をやってるためでしょうか、もう全然かなり少ないです。人が電気だけがついてる感じです。沖縄エコーという YouTuber さんが、まあ、もしかしたらいるかもしれないんですけど、一応僕も茶壇に来てみました。人は歩いていないのにイルミネーションもついてます。正直言って不気味です。ベッセルホテルカンパーナの下付近に来ました。こんな感じです。ホテルの方もお客さんはあんまり入ってないのか、駐車場はですね、ご覧の感じで結構ガラガラです。で、奥に見えるのがザ・ビーチタワー沖縄というホテルなんですけど、なんか閉館してるのか何なのか分かりませんけど、20階しか空いてないですね。不気味ですね。もう昨年4月に緊急事態宣言が出された時のようにですね、あれよりはまだマシなんですけど、人はガラガラでゴーストタウン化してます。緊急事態宣言という名の飲食店潰れろ宣言をですね、とんでもない影響を及ぼしてます。なぜ飲食店潰れろ宣言かと言いますとね、こんな感じなのに飲食店さん家賃払わないといけないんですよ。もう持たないんじゃないかなって思います。美浜はですね、ホテルもあんまり人は入っていない、ガラガラ。飲食店街も夜8時以降は人はガラガラで、ね、もう大変なことになってます。ということで、本日はアドベンチャー沖縄が飲食店潰れろ宣言、失礼しました、緊急事態宣言が発表されて最初の土曜日の夜10時ぐらいの北谷町美浜とデポアイランドの様子を
軽めな編集ではあるんですがお伝えしました。もうホテルも客室はガラガラで、こんな感じで歩いてる人も少ないんですよ。土曜日とは思えないですね。ゴーストタウン化してます。もう経済に与えてる影響は計り知れないと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、または低評価、拡散された言い方は拡散よろしくお願いします。